姉さんが眠っていた間に随分と楽しい生活をされてたようですね、なるみさん。どうもお久しぶりです。今じゃあの人なしの生活は考えられませんか。三月だなんて、そんな呼び方姉さんの前でしたら許しません。本当のことを姉さんが知ったらどう思うでしょうね。私だったら流れた月日よりも変わってしまったあなたの気持ちに愕然としますけど。私が何にも知らないと思ってましたか？そんなことないですよね。あんなに堂々と街を二人で歩いてるんだから。なるみさん、いつか私に言いましたよね。あの人はかけがえのない親友だって。デートを約束している恋人と困っている友人がいたら、多分友人を選ぶけれど、恋人も困っていたら死ぬほど悩むって。忘れちゃいました？でも私ははっきり覚えてます。その答えがこれですか。恋人はそれこそ死ぬ目に遭いましたよ。あの人がどんな目に遭いました？自分で記録を落としただけでしょ？勝手に。勝手に記録を落として、勝手に将来の道を閉ざして、勝手に落ちぶれてるだけじゃないですか。それとも、それは姉さんのいない間に、あなたの同情を買おうっていうあの人の作戦だったんでしょうか。突然姿を見せなくなったと思ったら腕組んで歩いてる。そういうことかって思いました。結局愛だとか友情だとかって綺麗事でしかないんですよね。ただの偽善です。どうせまたここに来るんでしょ。姉さんにはこんな成美さんでも必要ですから。でも成美さんにはもう姉さんは必要ないんじゃありませんか。何のために来るんですか？後ろめたいからですか？姉さんを悲しませたら、私、絶対に許しません。あなたも、あの人も。その呼ばれ方にも虫唾が走ります。姉さんの前以外では名前を呼ばないでください。
ほんの少しでも。ほんの少しでも両親が残ってるなら、姉さんのために何ができるか考えてください。失礼します。しましたか？いえ、何でもありません。元気を出してください。
様でしょうか。その物言い、ムカつく。わかったわよ。待ってて。お電話変わりました。親戚の方は大丈夫でしたか？ええ、13時入りでディナー終了までどうでしょうか。後で確認の電話をしようと思っていたところです。話せますか？日本語は得意です。それじゃあ明日からそういうことで。大空寺さんに代わります。お前なんか猫のうんこ踏め。高池、お前な、携帯変えたら変えたで連絡しろよ。ああ、どうした？高池、何かあったのか？誰が目を覚ましたって？目をって、おい、まさか。そうか、もう病院には行ったのか。どうだった？そうか、明日会えるから。なら10時にそっちに行くよ。部屋にいてくれ。早瀬には
なんなら俺から言っておこうか。なあ、4人の中で一番身軽だからな。お前の辛さは見えるんだ。分かった。でもお前が俺に頼んだなんて言うなよ。早瀬きっと怒るからな。言い訳は自分で考えとけ。そのぐらいできるだろ。それじゃあ明日。
私。開けてくれる？高雪の顔を見にのつもりだったんだけど、来た理由変わっちゃった。今シンジ君から電話があったの。遥のこと。高雪が後で電話するだろうってシンジ君言ってたけど、私に電話してくれた？うん、その時計狂ってるなと思って。ごめん、私もちょっと疑っちゃった。はるかのことで高雪腰引けちゃったのかなと思ってさ、ごめん。ねえねえ、駅前のスーパーでさ、焼き鳥売ってたの。もう殺人的ないい匂いでさ。見てたら高雪と食べたくなっちゃって買ってきちゃった。コンビニのお弁当、なんかすっごくお腹空いちゃってすぐ食べたくなっちゃったの。ごめんね。お酒飲むの？やだ、昨日飲んだばっかりなのに。いいよ。ねえ、寝るならベッドで寝よう。ねえねえ、もう。高雪、ほら起きて。
こっち見て。こっちを向いて。大好き、高雪、好きなの。高雪、高雪。